発見ツイッター探偵団、今話題のツイッターをピックアップしてご紹介します。ツイートしたご本人に先行賞しちゃう体当たり企画です。はい、本日は天皇誕生日、2月23日木曜日、10時となりました。視聴者の皆さん、今晩もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、お相手は中野区議会議員吉田浩一郎さんです。今日もよろしくお願いします。こんばんは、お願いいたします。はい、そして MC はいつもの長尾隆前衆議院議員です。今日もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそどうぞよろしくお願いします。今日は天皇誕生日ということで、天皇陛下におかれましては、63歳の、お誕生日を迎えられたこと、国民の一人として心からお喜びを申し上げたいと思います。本当におめでとうございます。今日はなんか天皇誕生日に関連して何かお祝い事等々、はい、なかなかそういうのに出席できるね、選挙間近ですし、そういう状況じゃないですよ。どうお過ごしになりました今日は。まあ、今日はまあ祝日ということもありましてですね、昨日の夜に、私、地元 の、 自分の事務所のある商店街の商店会長もやっておりまして、うちの商店街は、旗日は全部ずっと街路灯にですね、日の丸を掲げさせていただくんで、今日一日ですね、こう日の丸の小旗がうち の、 街路灯はバーッとですね、たなびいておりまして、この後番組終わって0時過ぎたらですね、しまわせていただきます。はい、あ、なるほど。今度それ写真撮ってよ。あ、はい、わかりました。はい。ねえ、なんかちょっとそういう風景見てみたいね。はい。その日の丸の、風景っていうのは、誰からともなく始めたということではなく、なんか誰かが必死にやってるって感じ。ですね、うちの通りは昔からやってるんですよ。ほう。なので、だから私も、会長を引き継ぐにあたって、ちゃんとそりゃ、守りましょうね、続けましょうねっていうことで、もちろんですって言ってですね、私だけじゃないんですけど、何人か、この、担当というかね、班が、みんなでこう、街路灯に刺して回るんです。はい。じゃあ、今日これ番組終わったら、これから。そうですね、0時過ぎてからですね。ああ、なるほどね。本当、お疲れ様です。いえいえ。天皇陛下のね、一般参賀の、様子も報道されておりましたね。今日僕、ちょっとお昼だけしか、テレビ見てないんですけれども、いやー、本当、令和になって初めての、ね、一般参賀ということで、なんかね、申し込みがね、6万人あったらしいですよ。あ、それで倍率20倍だって。でね、陛下も非常に国民の皆さんに集まられた皆さんにもね、謝意を表されて、でそれでもね、やはりお気になってらっしゃったのは、こう雪深い本当に寒冷地の、ね、方々が雪害で大変な思いをしてらっしゃることへのお見舞いの言葉とね、そして皆さんが健康で、幸せで暮らしていけるようにということで、やっぱりお祈り、国民のことを第一にね、思って、くださった。あと記者会見でね、雅子さまとね、皇后と29歳の時に、陛下曰くですよ、雅子が29歳の時に結婚して、もう人生の半分以上を、一緒に過ごした、本当にこれからも、妻を支えていきたいみたいなね、本当そんなお話もありましたけど、やっぱり皇室のね、こういう家族愛というか国民に対する祈りのお姿、やっぱり僕らは本当に幸せですよね。そう思いませんか。そうですね。
昔から、まあ、皇室っていうのは、日本の、まあ、家族のね、モデルというか、として、ずっとこう、まあ、尊崇の念を込めて見られてきた。まあ、その皇室が、まあ、その戦後はですね、特にこう国民の理解を得なければいけないというね、自発的な、まあ、ご配慮の中で、そういうことも積極的にこう、明らかにされるというか、ということになって、まあ、国民としてもですね、まあ、見習ってというかですね、まあ、過ごさなきゃいけないなっていうふうに、まあ、よその国では、いろいろね、長く続いた王室でも、なんだか、喧嘩とか、なんか離婚とか、なんか暴露本とか、なんかそんなこともね、心痛むことありますけど、日本は全然まだまだ、全然そんなことになってなくていいなと思いますね。そうですね。はい。まあ、スメラギ矢坂と。いうことで本当におめでたい一日だったと思います。それでは本日のお品書き参ります。一般公開ライブは22時40分までです。本日は天皇誕生日、子ども予算の財源問題、LGBT 法案の行方、スパイ天国脱却へということでお届けさせていただく予定です。22時40分からはぜひまだご登録でない視聴者の皆さんはレベルメンバー2月額390円に登録していただいてご視聴いただきたいと思います。安倍元総理暗殺事件について、そしてチャットで吉田議員、そして永尾隆へ質問をしていただくと、まあそんな形で22時40分から20分間番組を進めさせていただきたいと思います。はい、それでは1番参りましょう。まあ冒頭申し上げましたが、本日は天皇誕生日、天皇陛下お誕生日おめでとうございます。天皇陛下のお誕生日にあたり謹んでお祝いと感謝を申し上げ、皇室の矢坂と令和の御代の安穏を記念いたしますと。こちらもいいですか、吉田議員。はい、はい、冒頭ね、はい、お祝い申し上げたところでございますね。はい、それでは子ども予算の続報ということで、スタッフさん2番高橋陽一さんのツイッターをよろしくお願いします。ひでえ、この子ども予算は必要という声、矢印、子ども増税も必要 by 財務省、矢印、子どもが増えたら予算が増える、矢印、子どもは増えず結果として増税だけが残る、財務省しめしめ、矢印、子ども予算倍増は出生率が上がれば実現、木原官房副長官が見解を示したということです。まあ子ども予算倍増は出生率が上がれば実現できるということなんですけども、まあね、吉田議員も子ども政策については区議会議員あるいは都議会議員という中央議会でも相当こだわりを持ってね、これまで取り組まれたので、ちょっとその辺も含めて、ちょっとこの木原官房副長官の情報発信についてどう思われますか。はい、この問題については実は高橋陽一先生とも実は僕は考え方が若干違うところがあって、はい、高橋先生はこのツイートと関連のツイートでですね、予算増で子どもを増やすことはなかなか難しいと、まあ、自分は指摘してきたというようなこともツイートされてるんですね。で、私は実はそれと全く正反対の考え方でありまして、ハンガリーなどの例を見てもですね、子ども関係の予算を増やしたら実際出生率上がっているし、よその国では予算を増やしていることによって出生率が上がっていることが普通に現実として観察されているので、私はこの、まあ、子どもに関する予算と、出生率のっていうのは、まあ、
性の、あの比例する、パラレルに比例する関係だという認識を持っています。で、あのそういうまあ前提の中で申し上げますけど、まあ、この木原さん、あるいは岸田さん、あの、初めに首相として演説したときに、あの子ども予算倍増というようなことをおっしゃって、でところが後で、まあ それは本当に実際に予算を倍増するという意味ではないんだみたいな、まあ、火消しに追われて、でその財務省の、まあ、意を受けているのか、まあ、木原さんがなんかこんなわけのわからない、あのトンチキなことを言っていると。まあ、つまり、岸田政権と、木原さんには、定見がない、まとまったきちんとした考え方がないということを、証明してるんですね。あの首相の、あの、まあ、なった時に言うんじゃなくて、まあ、半年も1年も経ってから、異次元の子育てあの資源とか言ってですね、あのまあまあ、そもそも問題意識が後付けで勉強不足であるところがまず分かる。そして、それにむしろ首相に提言がないもんだから、まあ、財務省の意見みたいなものにそのせっかく言った内容がふらふらと後付けであの、まあ、定義が変わったりしていく、まあ、本当に期待できないねこの人たちにはと私は思っております。まあ、このセッションではね、木原官房副長官と岸田総理のなんか上下関係が分かりますよね。これはあらゆるあの政策に関してね、まあ、以前あのチャット欄にもありましたけれども、木原副長官が岸田総理が、まあ、記者のぶら下がりをやっている時にポケットに手を突っ込んで手を仰ぎながら何か物思いにふかっていたと。だけど一般論で言うと本当に尊敬してる人、あるいは上司としてなんとかこの人を男にしたいというふうに思っているようで、であるならばああいう態度は取らないよね。首相をあるいは上司を支えなきゃいけないっていう人は、まあ、上司の一挙手一投足をとにかくつぶさに見てね、まあ、それがまた、支える側の仕事であったりするんですけれども、まあ、どうもやっぱり、木原副長官の方がきっとあらゆる面で、上位にいらっしゃるのかなと、やっぱり自信満々ですよね、そういう点ではね、不安も含めてね。はい、ちょっと前後しましたが、視聴者の皆さん、チャット欄ご覧ください。2月23日、本日のライブアンケートです。安倍元総理の期待を裏切って LGBT 法案成立に共本する稲田朋美元防衛大臣、理由は何だと思いますか。これちょっと選択肢見て笑っちゃったんだけど、稲田議員本人が LGBT に転向、誰かに洗脳させられた、意味不明、安倍氏亡き後歯止めが外れた、番組の途中どうかご視聴者の皆さん、アンケートのご協力をよろしくお願いいたします。ちょっとあのまた元に戻りますけども、高橋翔さんのツイッターですね、これはまあ俺は前3番お願いします。前から予算増で子どもを増やすのはかなり困難と言ってきた、それでも多くの人が子ども増対策を言うならば、財務省はそれを逆手にして増税を言い、結果として増税代が残ると予言してきたと、やっぱりねということですね。まあ、ここは吉田議員と高橋翔一さんの見解の違い、まあ、これも、まあ、含めてね、もう一回コメントをいただけますか。はい、あのまあ、これはもう高橋先生はもちろん非常にあのいろんな政策に見識の深い方ですから、こういうお考えがあるんだなというふうに受け止めますけど、これは僕は議員になる前から、まあ、経団連の職員の頃から、ずっと、まあ、あるいは大学生の頃から関心を持って日本の出生率の問題は、ずっと勉強してきたという、まあ、自負もありますので、やっぱりそのヨーロッパなどに比べて、まさに子ども予算の対 GDP 比みたいなものを、まあ、見れば明確にですね、そこには明確な違いがある、まあ、これはヨーロッパに追いつかなければいけないと思っています。高橋雄一さんね、よくね少子化問題でこういうこともおっしゃってるんですよね。将来のね、生産
年齢人口がやっぱり減っていくと国の生産力に影響力が出てくると、まあそういう考え方はもちろん、あるわけですね。で、高橋おじさんはそのギャップを埋めるために、まあ例えば人間でなくてもロボットなどにできることもたくさん他にあるんじゃないかと、まあ、確かに現実僕とか吉田議員が小学校の頃って駅には必ず切符切りの車掌さんではないけど駅員さんがいて、あのチャカチャカとあの切符一個一個切っていましたよね、でもまあ今は切符を自動販売機で買ってそのまま機械に放り込むと、でそれを取って次の駅で入れていくと。でも今切符も買わないよね。あとびっくりしたのは、あの緑の窓口なんか昔こういうあの蛇腹みたいなのでやってたじゃないですか。あれも全部インターネットになっちゃうと。まあ、高橋さんはどちらかというとその労働生産性をまあ上げるためにはあんまり少子化っていうのは深刻に考えずに、まあ合理化機械化こういったところで十分補えるんだと思うと、まあ、こういったご主張もされてらっしゃるんですが、こういう関係については吉田議員はあのどんな考え方ですか？あの経済を維持するとか、まあ、少子化に対応して労働力不足にどう対応するかという設問であれば高橋先生の言う通りです。そこの部分はね、うん、はい。でただだから人口が減っていいんだっていう、あの、まあ、高橋先生はそうは言ってないと思うんですが、うん、もしそういうふうに、まあ、時々そういうふうに主張する人もいるので、あのそれは全然大間違いですと。あの要するに少子化の問題とか、まあ、あるいは人口増の問題っていうのは、あの数自身が問題というよりは、その人口構成、からそれの、あの、まあ、社会の再生産のあり方自身の問題ということなんですね。だから、あの、1億人が、あの、1000万人になるとか、1000万人が、こう、100人になるとか、あの、数自体が問題なんじゃなくて、その減り方とかですね、減るスピードとかですね、そういう、あるいは、若い人に比べて高齢者が何倍の倍率でいるかとか、そういうことが問題なんですよ。だから人口が3000万になっても1000万になっても、高齢者が人口の過半数っていう社会は、人口が30人になったって深刻な社会なんですよ、ということです。はい、ありがとうございます。それではスタッフさん4番もあります。 LGBT 問題です。山岡哲秀さんのツイッターです。相談する場所が必要なら作ればいい。そのために新たな立法は必要ない。元法務大臣として今こそ憲法改正に取り組まなくてはならないと考えないのか。いかに欧米で LGBT が発生している逆差別を日本に持ち込まないか考えたことがあるのか。その知見もないなら LGBT 担当総理補佐官など客外あって一理なしだと。まあ、森雅子総理補佐官、まあ、LGBT 担当ですが、ツイッターを引用リツイートされたのが山岡さんということになります。まあ、森雅子さんのツイッターもちょっと見てみましょうか。LGBT 担当補佐官としての仕事、いわき市で LGBTQ に 関して尽力なさっている三角のメンバーの皆さんと意見交換しました。交流会を企画したら個別相談枠は一瞬で埋まってしまったそうです。いかに相談する場所がなく悩んでいた人が多かったかとメンバーはおっしゃっていました。森雅子さんに対する山岡さんのツイッターについてコメントいただけますか？ですね、まあ、うん、一部を見ると、まあ、こういう現象もきっとあるんでしょうと。で、ただ、それが、全体のトレンドを示しているかということは、それは意味しませんと。まあ、長尾先生も時々おっしゃるけれども、その LGBT の人たちも、例えば法制化とか差別禁止みたいなそのことに、法制化に賛成の人と反対の人といるわけで、じゃあ反対の人たちにヒアリングをしたらこういう結果にならないわけですね。だからまあその首相自身に定見がないので、
まあ、そのもやっとあのふわっとした中であのやるので本人もふわっとしたことを言ってるんですけれども、例えばその山岡、まあ、先生が指摘している逆差別の問題のについて全然あの理解がないのかっていうことをおっしゃいました。であるあの人のご意見を聞いたらね、例えば就職の時に LGBT の人が私は LGBT なんですと言って、就職させてくれと言ってきた時にとても困ると。それはその人が LGBT だからじゃなくて、我が社にその人が、まあ、他の人に比べてその採用を、優先してしたいというそういう、まあ、そういう方でない場合に、それを、まあ、例えば、断った時にですね、LGBT だから断った就職差別をしたというふうに、まあ、法的措置みたいなことを取られることになると、つまり LGBT だとさえ言えば 100% 他の方ではありえない、優遇措置で、必ずあの、まあ、決定切符を持って就職することになるみたいな、それは本当にあの社会として問題じゃないかっていうことを、まあ、指摘される方がいるんですね。これについて、いやそうじゃないんだというふうにおっしゃる方は、じゃあどのようにそうじゃなく、するのかということを説明いただきたいんですけど、そういう説明にちょっと私は出会ったことがなくって、そういう意味であの逆差別とかですね、そういう問題はただの妄想ではなくて、実際の社会のいろんなところでですね、はてどうしたらあの一番そのフェアなのかということが、本当立場によって全然人に対応に困る、判断に困るということがこれからどんどん起きてきてしまう、そういうことになると思います。